世界全人民に告ぐ。私の名前は富山浩一。アメリカ51番目の州、日本の革命家だ。諸君、私には納得できないことがある。私は今回アメリカ大統領選に立候補しようといろいろ調べてみた。しかしどうやら私にはアメリカ大統領選に関して非選挙権はおろか選挙権すらないようなのだ。これは一体どういうことだ。諸君も知っているはずだ。今や全世界がアメリカであるということ。アメリカは世界中あらゆるところに生じている問題に口を出し手を出し、場合によっては自らズカズカと乗り込んで解決を図ろうとしてきた。そんなことは世界が全てアメリカであるという認識に立たなければ到底理解も容認もできないことだ。そう、実際もはや世界は全部アメリカなのだ。なんと素晴らしい。私はアメリカが大好きだ。私はかつて2年間政治犯として投獄されたことがあるが、釈放されるや否やマクドナルドに駆け込み、ビッグマックとポテトとコーラを注文したほどだ。とても美味しかった。好きな映画は大抵ハリウッド製だし、ビートルズも素晴らしい。うるさい。イギリスだってアメリカじゃないか。とにかく私はアメリカが大好きだし、自分がアメリカ人であることを誇りに思っている。いや、思っていた。私に参政権がないことを知らされた今日まではだ。私は祖国に裏切られた思いだ。諸君は知っていたのか。アメリカの人口はもはや60億を超えているというのに、そのうち参政権を認められているのはわずか2億人にも満たないことも。我がアメリカは民主主義の国ではなかったのか。全人口のわずか30分の1の人間で全てを決めることの一体どこが民主主義なのだ。絶望した。わずか30分の1以下の民主主義に絶望した。私はもう頭に来た。こうなったら私は私なりのやり方でアメリカ大統領選に勝手に立候補することにした。私はアメリカ人だ。当然本質的に非選挙権を持っている。全世界全人民に告ぐ。諸君もまた皆アメリカ人だ。当然本質的に選挙権を有している。その上で私は諸君に抗議の危険運動を呼びかける。今回のアメリカ大統領選において投票しなかった者は全員私を支持したとみなす。白票や無効票を投じた者についても同様だ。これで私はもう勝ったも同然だ。マケインもオバマもどうせたかだか取って数千万票だ。私はこのまま何もしなくても60数億票どうだ参ったか。わずか30分の1以下の支配者たちに告ぐ。私のアメリカ大統領就任を阻止したければ今すぐ残り60数億人の参政権を認めろ。さもなくばもう世界の問題に首を突っ込むのはやめろ。イラクのことはイラク人に、イランのことはイラン人に、朝鮮のことは朝鮮人に、日本のことは我々日本人に、すべてのことはその地に生活する人々に自由に決めさせろ。
メリカ色に染めようというのが間違いだったのだ。私がアメリカ大統領に当選した暁にはそのことを心から反省し、今後アメリカは北アメリカ大陸の一部のみとし、その他の地域はとりあえず約200の独立国として分割する。